っ張った。これはどうだ、ファーストの左抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターはダイソーから起用されている矢野、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、今宮ツーアウトになりました。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。リードしているとはいえ安全圏ではないんで、集中してきっちり抑えたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の松本、このピンチをどう切り抜けてくるのか。2球目は何で来るか、緩いボールしっかりと見極めました。いいところに持ってきましたが外れます。150キロ。牽制、二塁タッチもセーフ。もう一球牽制球、タッチもセーフ。中へのストライク、ツーストライクと追い込んでいます。このピンチは空振り三振、試合終了。試合を制したのはソフトバンクホークスです。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったホークス、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。